私に火をつけるだけ AKB48 の日渡しです。私が豊島次郎と出会ったのは、私は子役をやってたんですけど、その時に2回ほど島次郎の子供チャレンジのあの CM をさせていただいたり、あと自分でも島次郎のパペットを持っていたりして、そうなんですね、あの CM 撮影の時に大きい島次郎とも会ったりしたので、そうですね、だから今回こうやってお仕事いただけてすごい嬉しかったです。これ昔持ってました、この島次郎。あ、パペットになってる。名前書く場所があるんですね。かわいい。なんか私たちの時もこんな感じだったかな。すごい昔を思い出してるみたい、かわいい。アフレコでは私はあの村人の役をやらせていただいたんですけど、すごくあのキャラクターが可愛くて、島次郎ってすごいあの幼い子が見れるすごい温かい内容になってて、すごいあのキャラクターに個性があるんですけど、あの私は村人 A だったので、こういう島次郎とかそういう個性のあるキャラクターに負けないように私も幼い感じで頑張ってやりました。なので、私のことを見つけていただけたら嬉しいです。でもあと歌も出てくるんですけど、歌はすごいリンガリンガブーっていう言葉がいっぱい出てきて、なんかみんなで楽しそうに歌える曲だなと思って、そうなので皆さんもよかったら歌ってください。と私がやらせていただいた役は青のブルーの村人です。そうですね、あのブルーは新チームの新チーム B のブルーでもあるのですごく嬉しかったです。あと私の役は魔法が使える魔法の国の住民なんですけど、なので魔法を使うシーンとかもたくさん出てきます。これも魔法のステッキになってるので、じゃあ皆さんに魔法をかけます。リンガリンガブー。そうですね、やっぱりあの幼いキャラクターだなと思ったので、4歳とか5歳とかそのくらいのイメージで、私も少し幼くなった気分で可愛い感じでやろうと思って、可愛さを前面に出して頑張りました。でもやっぱりあの本当は18とかそういう大人の年齢なので、結構素が出てきちゃうので、そこがちょっと難しかったのと、あとそうだな、なんか楽しそうに歌を歌うとか、そういうなんか楽しい場面が多いので、その笑顔でやるところとかそういうのが意識したんですけど、そういうとこが難しかったです。島次郎はすごいあの昔から見てて思ってたのは、すごい道徳があって、すごいあの家族とか仲間とかを大切にするストーリーが盛りだくさんなんですけど、今回の映画でもなんかいろいろなキャラクターがすごい個性を出して、みんなが頑張ってる姿がなんか現れてるなと思って、なのであったかい気持ちになれる映画なので、ぜひよかったら私のことも探しながら楽しんでいただけるといいなって思います。よろしくお願いします。と今回私がこうやってあの島次郎さん の映画をやらせていただいてすごく嬉しかったです。今回の映画はすごいあったかくなれる気持ちになれる映画になってると思います。なので家族や、そうですね、お友達とかと一緒に見に来ていただけたらなと思います。皆さんであったかい気持ちになりましょう。どこから来たの？ポカポムの仲間を探しに魔法の島へ。私魔法を使って春を呼びたい。僕たちも手伝うよ。力を合わせれば絶対春を呼べる。島次郎が教えてくれる魔法よりも大切なこと。島次郎、行け！映画島次郎、魔法の島の大冒険。星のステッキでみんなで一緒に魔法をかけよう。3月9日公開。みんなも島次郎たちを応援してね。映画館で待ってるよ。